を組み立てていろんなものを作っちゃおう。早く作りたい。ディスプレイクリスマス。今日はお友達のめいちゃんのお家に遊びに来てます。プレゼントあげよう。めいちゃん何もらったの？これはボディ。一緒に遊ぼう。そうかな。何ができるかな。じゃーん、キッチン。すごい。ねえねえ、お店屋さんごっこしよう。その前にサンさんたちのプレゼントも見たい。お、そうだそうだ。確かここに置いてって、あれ、あれあれあれ、プレゼントがない。ラッハッハッハ。誰？クリスマスをめちゃくちゃにしてやる。ブラックサンタ。プレゼントは俺様が盗んだ。代わりに俺様が遊んでやる。ブラッハ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 。プレゼントが許せない。みんなで取り返そう。めいちゃん、私にグッドボタンで力を貸して。来た来た、変身。わー、めいちゃんがサンタになった。私はムリュサンタ。ムリュサンタ、さあ追いかけよう。ガッチャンガッチャンガチャガッチャン。何作るの？あ、これってかわいい。かわいいトナカイ。みんな行くよ。プレゼント取り返そう。ブラー、待ちなさい。来たか。追いつけるかな。ほやー、ブラー。これじゃダメだ。天才くもり行ってきます。ダイブ。届かない。くもりしっかり。どうしよう。そうだ、ここで工作タイム。何作るの？まだ秘密。ハサミでチョキチョキチョッキン。羽？羽と合体、スーパートナカイ。早そう。いくよ。ブラックサンタ発見。このまま行け。ここはブラックサンタのお部屋？ブラッハ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 。まずい。少し走りすぎたか。一休み、一休み。どうしよう。あそこにいたら取りに行けないよ。ここまで来たら行くしかない。え、私に任せて。ガッチャンガッチャンガチャガッチャン。見せかけて、トナカイと合体。これはソリだ。レッツゴー。なに、いつの間に。ブラックサンタさん、僕たちを捕まえられるかな。目が、目が、目が回る。プレゼントは返してね。ブラックサンタさん、バイバーイ。やったー。早くプレゼントあげよう。うん、クリスマスが戻ってきたよ。さあ、あげよう。僕のはじゃーん、プレミアムバナナ。ほんとバナナ好きだね。サンさんのは何？僕が頼んだのはじゃーん、ダンボール積み機。こうやって箱を組み立てて自由に積んで楽しめるんだ。みんなとこのおもちゃで遊びたかったんだ。そうだ、モデューと一緒に遊んでみよう。ガッチャンガッチャン、ガチャガッチャン。積み木も並べて、
お家の出来上がり、くつろげますな。めいちゃん、こっち来て。じゃーん、積み木ボーリング、ボディのボールで倒してみて。いくよ。えい、ナイス。ねねね、今度は他のも作って遊んでみようよ。いっぱい組み立てよう。うん、みんなもボディで好きなものを組み立てよう。クイズタイム。めいちゃんはブラックさんだから、プレゼントを取り返すとき、ボディで何を作ったかな。1、電車。2、飛行機。3、ソリ。どれだったかな。そうだ、迷ったときはバナナ食べよう。そうだ、そんなことだ。カーボリン、今日はそんなおもちゃはモデュ。ダンボール積み木と一緒に遊ぶのも楽しいよ。助けて、あちあち。ジェットラベベン、サンサンたちも書いてみたよ。あいつら、なんか楽しそうにしてやがるぜ。とっておきのいたずらで驚かせてやるか。そうだ、トイレ行ってくるよ。はーい。ガーガーガー、スケアリー。トイレ？俺様の血で楽しそうにしやがって、どれでも食らえ。
きなものを組み立てられるよ。うわー、みんなお願いね。今度はマグマ爆弾だ。わー、まだ終わってなかった。何作ろうかな。あー迷っちゃう。早くマグマから出ないといけないのに。の動画を見て助けに来てくれたの。ナナちゃんよろしくね。いつも見てくれてありがとう。私も手伝う。わーい、ありがとう。じゃあまずは吉高くんのお絵描き、みんなも一緒に歌ってみよう。ガッシンガッシンガッシン、組み立てよ。ガッシンガッシンガッシン、できた。これは飛行機だ。ビューンと飛べるよ。ちっちゃー、また邪魔しやがって。これでどうだ。あー、こっちに迫ってきてる。おー、追いつかれちゃう。早く逃げなきゃ。でも、みんなの力で。次は、いおりちゃんのお絵描き。ガッシンガッシンガッシン、いっぱい組み立てよ。ガッシンガッシンガッシン、できた。これは機関車かな。なんだと。出発進行。でも僕たちにはみんなのお絵描きがある。最後はユウマ、トーマくんのお絵描き。組み立てよう。ガッシンガッシンガッシン、いっぱい組み立てよ。ガッシンガッシンガッシン、できた。ほら、もう大丈夫だよ。
ってすごいでしょ。ノイズも本当は遊びたいんじゃない。うるせえ、俺様は忙しいんだ。もう素直じゃないね。ねえ、次は何作る？私あれ作りたい。みんなも文字で好きな形を作って遊んじゃおう。何の列なんだろう。聞いてみよう。グリル、何に並んでいるの？あ、サラさん、これから幼稚園に行くんだ。メイはバスが全然来なくて困ってるの。それじゃ幼稚園行けないじゃん。バスが来ないなら、よし、クモリン、僕たちで幼稚園バスを作ってあげようよ。あやいさん、え、いいの？そうしたらみんな幼稚園に行けるでしょ。ひゅー、かっこいい。ありがとう。でもどうやって作るの？じゃじゃーん、これで簡単に作れちゃうよ。行ってみよう。上の部分をカッターで全部切り抜いて、くもりん、この画用紙でタイヤを作って。お安いご用だよ。4つの角に取り付けたら幼稚園バス出来上がり。さあみんな乗って乗って。乗るの早すぎ。これじゃ全員乗れないね。しかもぎゅうぎゅうで苦しい。完璧だと思ったのに。何してるの？あ、つくも、大きい幼稚園バスを作りたいんだけどできなくて。それならいいものがあるわよ。よいしょっと。すごい、この大きさならいけるかも。もバスだからまずは大きな窓が必要ね。組み立てるとここが窓になるから大きく線を引くよ。次は横に窓を描くんだね。ちょっと待って、バスは乗り降りするための扉がついてるのよ。そうなんだ。ここにこんな風に描いて、窓はこんな感じね。反対側は窓だけ描いてね。そうしたら一気にカッターで切り抜いていくわ。必ずカッターマットや硬い下敷きを挟んでね。スイスイスイーっと、シャキンシャキンシャキン。こっち側の窓も切れたら箱型に組み立てて。つくもー、はい、これタイヤ。タイヤがないと走れないもんね。ありがとう、作ってくれてたのね。ここにタイヤをつけて、ハンドルをつけたら幼稚園バスの完成。ちょっと待って、グリルどうしたの？これじゃ全然可愛くない。全部茶色だし、このバスには乗りたくない。そんな、嫌なものは嫌なの。じゃあこういうのはどうかしら。プリルが思うように幼稚園バスをデコレーションするの。え、好きに色を塗ったりしていいのよ。本当に？そうしたら一緒に乗ってくれるかしら。うん、約束する。それじゃあ、はい、これ。やった、ここはやっぱりピンクよね。はい、さんとくもりんもどうぞ。いいの？みんなで塗った方が楽しいじゃん。はい、くもりん、ここ塗ります。僕はここ無理無理。さらにじゃーん、いろいろ持ってきたわよ。これはここで、これはこうかな。飾りつけたよ。ここに看板をつけてヘッドライトとナンバープレートをつけたら、今度こそ幼稚園バスの出来上がり。
グッドボタン。さあみんな乗って乗って。だから乗るの早すぎだから。結構ぎゅうぎゅうだね。みんなで乗れてよかったわね。うん、みんな準備はいい？発車オーライ。出発進行。ぷよんぷよん。ふっかふか。くもりんやめなよ。ベッドが壊れちゃうよ。大丈夫だもんね。くもりんジャンプ。嫌な音が。上で遊んでたでしょ。ごめんなさい。もう今日寝る場所がなくなっちゃったわね。どうしよっか。はいはい、僕がベッド作るよ。くもりん作れるの？くもりんは天才なので大丈夫です。わかったわ、くもりんのベッド楽しみにしてるわね。2段ベッド。
寝るところができてよかったわね。うん、よかった。どうだ、作り直